皆さんこんにちは、西村直樹です。今日2015年3月の17日火曜日、今日の通販の言葉は肯定する作業を繰り返すものです。肯定する作業を繰り返すものです。 BGM はヤコシンビオの世界からスノーフレーク、スノーフレークです。今日の松山はとてもいい天気、晴れております。気温も19度近くまで上がるそうです。また5月頃の気温ですけれども、今日は暖かい一日だそうです。昨日サプリメントのお話をしましたけれども、問い合わせがありまして、効果があるのかないのかというふうになりましたが、それはわからないですね。ただ私はずっと飲み続けて、何十年も飲み続けて、今の状態ですので、ですので、見ていただければ、今のところはなんとなく健康のような感じがします。先日も NHK のテレビでありましたが、将来にいる、乳酸菌ですから、いろいろな菌が200兆あって、解明されてるのはまだまだ半分にも満たないということですが、そういった中で人間の体ってとても不思議ですよね。人間の体っていうと、とにかく元気にしよう、元気にしようという気持ちがいつも働いている。でも半分はこの頭の中でネガティブに考えると、どうしてもネガティブな感じになってしまう。だから治そう、元気になろうということを考えていると、私の知り合いで80歳以上の方がたくさんいらっしゃいますが、皆さんお元気です。そして私より運動とかに頑張っております。適度な運動、適度な食事、そしてネガティブではない肯定的な何でも、そういうふうな明るく楽しく、そういった人生を送られるとより幸せになれると思います。それではまた明日。